よし、はい、はい、はい、これ見したことあったっけ。いや、わかんないですけど、白い恋人は知ってますよ。はい、これね、はい、YouTube のね、YouTube? YouTube の、ハザキチューブのお客さんにいただいた。じゃーん、いやっす、はい、見た これすごいというタイミングが社長、今そんなとっておきの特大のネタを今違う、ここがちょっとガタつけ始めてるんであまりにどういうことやそれ。よく見せてください。じゃん、白い恋人、えっちゃん恋人、お客さんありがとうみたいな。世界に一つだけのものを。これどうやって作ったのマジで。すごい。どうやって作った？これ作ってくれるみたいですよ。へー、すごいね、 YouTube の写真です。すごい、ね、え、そこだけガオーって出てくるライオンみたいになってるね、もはや。あ、映画のやつか、あれは。もう中身はない、食べちゃった。ほら、いやでもあれですけど、なんかあの宝石とか、そう、なんか入れたいなと思って撮ってある。なんで急に始まったこれ、日曜日の朝。朝一に。朝一。ちょっとね、今ちょっとここスペース開けようと思ったら大丈夫。すごいね。すごい。いろいろね、いただくね。いや。すごいですね、うん、あ、待って、これすごいよ。ん、賞味期限、俺の誕生日。本当だ、去年の誕生日だ。え、あ、個人情報漏洩、また別にどうでもいいけど、そんなことすごい、俺なんかそういうのちょっと感動するわ。話だね、なんか多いですね。これには負けるよね。それには、じゃあそれはさ、もう可愛いとかじゃないじゃん。もう世界に、よく YouTube のでこうしてできるね、写真。やった。 YouTube 見てた方が YouTube の似顔絵描いてくれた人ね、一番最初に送ってくれた。でももしもこれがまた YouTube になったら、こういうのを送ってくださいっていうアピールになっちゃいますよ。そんなことないよ。1900人の登録、チャンネル登録者の方々に、あ、あれも写してほしいのよね。あの、ほら、村上いつ子って、おすごくない、この村上いつ子描いたかっこいい、すごいと思わない、この、すごいですよ。嬉しい、まとめてるというか、嬉しいね。いや、これは突然始まったお客様からのプレゼント紹介集ですね。なんか催促してるみたいね。そう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 、だからそうやって言ったじゃん。なんかこの間から大爆笑の連発だね。携帯間違えて緊急通報送るわ。あれ面白かったね。って私が面白いから、どうしたね。いや、あの二人とも面白かったっすよ。あ、そうなんだ、うん、なんか あ、これさっき置いたあれ、このスマホなんか手応え違うけど5時になってるかもな。でもこおかしいあ、ちょっとびっくりしました。どういうこと、どういうことなんで2人は今大爆笑してるの？あのスマホをここに持ってきたんですけどね。あれさっきここにね置いた記憶があったのね、はいはい、これ持ったら開かないさ私また何かやっちゃったかなと思ってほらあのえあれ、でも私の薄いかなと思って5時って書いてあったから、え、私もっと真っ白だったよなと思ったのね。私今日はね全然見えてないからこんな色に見えるんだと思う。超 5G なんですよね私も。え、ちょっと待って、それどういうこと、社長が用意
さんの携帯を自分の携帯だと思って一生懸命いじってたってこと。そう、後ろから見たら、そう、社長の間違いだわ、やっぱり。なんで、なんで緊急通報。稲葉さんってビーズの。なわけないでしょ。なわけないじゃん、なんか、あっはーと思って。緊急通報って何言った私ね、またね、自分のスマホ変なことしちゃったかなと思ってさ、いろいろ動かして。おかしいなって思って、でもさ、手ごわい。なんか2人で楽しそうですね。私6度目に緊急通報って出るんですよ、私は。びっくりしてさ、ずっと撮ろうとしたの。いや、私壊したと思って自分で。と思ったけど、私もっと白だったよなとか思ってさ。でも5時って書いてあるじゃん。そうです、そうです。ね。それでふって覗いたら社長が私の通報。でもさ、6度目に緊急通報って出す普通。ロック画面だけでいいじゃんね。なんかあの出ちゃうせい。怖くないなんだか。何今日2人何話すってんの2人は。笑いすぎて。あなた方は幸せだわ。嫌いな人参食べたから頭おかしくなった。それね、本当に人参に悪い言い方が。それ人参に謝って。日本中の人参に謝ってほしい、それ。私がなかなかの衝撃でしたよ、社長。社長は〇〇さんのことが好きだから、ちょっとずつ〇〇さんに寄せるからね。だから気づいたら社長のスマホの待ち受けが、本当にビーズの稲葉さんになってるかもしれない。こういう緊急通報、いや、もうね、すごい酷使してて、電池がすぐなくなっちゃうぐらい酷使してるから壊れたんだもん。あと今だったら何言っても笑うのよ。なんかね、いやでもなかなかない花18みたいな。なかなかないですよ、だってね、自分のスマホを誰かがなんで 5G だったっけと思って。 5G 関係ないよね。ピックじゃなかったっけ。 5G 関係ないよね。めっちゃ泣いとるよ、あなたも。いやめっちゃ泣いとるよ。稲葉さんの待ち受けを社長が持ってるのがすごい面白い。面白くないよね、いいよね、別に。すごい、なんかあれだ。社長だってビーズ好きですよね。ビーズ好きですよね、社長。え、ビーズ、うん、あ、ビーズって言っても G ビーズじゃないですよ。